かなり基本的には重複したご質問だったと思いますので、まとめてお答えしたいと思います。まずはもう今日もう私は発言しました。大人はこちらも食べてくださいと私は言ってるんですね。特に50歳を超えたような人たちは放射線の関係性は低いし、原子力を許してきた責任があるから食べてくださいと言っているわけです。その私の主張に対して、その後ろの方が意義があるとおっしゃって発言されて、たくさんの意義を私は受けています。実はこの議論というのは私は25年前にしたんです。チェルノブイリ原子力発電所の事故が起きた時です。その時にどういうことをおっしゃったかというと、日本の多くの人たちは放射能は食べたくない、ソ連やヨーロッパの食べ物は汚れているから、そういう汚れた食料を日本の国内に入れないように規制をしろという要求をしたのですね。生活協同組合と呼ばれているような食べ物の安全を守ってきた人たちももちろんそういう立場に立ちましたし、反原子力というそういう運動をしていた人たちも多くの人たちがそういう主張をしました。それを受けて日本の国は1キログラムあたり370ベクレルを超えるような汚染食品は日本の国内に入れませんという規制値を作ったんですね。で、曲がりなりにも日本の人々はその規制によって被曝を少し避けたということに多分なったんだと思います。でも私はその時に反対したんです。そういうことをやってはいけない。チェルノブイリの事故は事実として起きてしまった。ソ連国内、ヨーロッパ、そして世界中の食べ物が汚れてしまったんだ。その食べ物を防ぐということができるんだろうか。飢餓の国もたくさんあるんです、この地球上には。そういう時に汚染をしたから食べたくない、日本のような国が言うことは本当に正当なことだろうか。私は考えました。日本という国が原子力から一切の恩恵を受けていない国であればそれでもいいと思います。しかし日本という国が原子力をガンガンやってきて、これからもガンガンやり続けるというふうに宣言していた国だった。でそういう国が事故を起こし、事故が起こし、他の国であっても原子力発電所が事故を起こして汚染食料が出たら、汚染食料だけは嫌だというふうに言ってしまっていいのかと私は思いました。そして日本の中にどんどん汚染食料を入れて、日本人自身が原子力を選択することの意味を考えてみるべきだと、私はその時に発言をしました。もし日本というような交流可能な諸国が汚染を拒否すれば、拒否された汚染食料は、飢餓の意味もあるというのが当時の私の認識でした。そして実際にそれが確認できた例もありました。一体誰の責任なんだということを常に忘れてほしくないというのが、当時の私の考え方でもありました。それが今の私の考え方でもあります。この戦後生じさせてしまったのは一体誰なんだ、どうしてこんなことにさせてしまったのか、何か工業を豊かにしてエネルギーをたくさん使えば幸せなんだというふうな考えに取りつかれて、日本という国は長い年月を工業化という道をして下走ってきて、農業、酪農、漁業をどん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 潰しながら私たちのこういう生活にしてしまった。原子力はその象徴です。その象徴である原子力が事故を起こした時に、さらに酪農、農業、漁業を崩壊させるなんていう選択をしてはいけないと私は思う。今だからこそこういう工業文明から足を切って、農業、漁業、酪農を大事にするような、そういう社会構造に展開しなければいけないと思う。福島の農業、漁業、酪農を崩壊させてはいけない。でも、その方が簡単ではない。それをやらせようと思えば、ものすごい汚染した食べ物が私たちの手に回ってくるんです。私は食べたくないですよ、はっきり言えば。でも、農業、漁業、酪農を崩壊させないで、これから日本という国をどうしなければいけないのかということを考えれば、
このすでに変わってしまった世界という中で選択をするしかないの。だから私は皆さんにお願いしている。年を取ったのは取ってください。もちろん、嫌だという方がいらっしゃることは分かります。そういう方に私は強制する力もありますので、しか仕方がないと思います。では、どうすればいいのかということで、基準値のことをおっしゃったらな。でも、基準値は、要するにインチなの。私はさっき聞いていただいたように、被爆というのはどんな日常でも危険なんです。基準値を決めて、基準を超えたから危険なの。基準を下回っていれば安全なので、そんなことはないんですよ。今の日本が決めている1年間に1ミリシーベルトという被爆の限度であったって、それは危険があるということを認めた上での基準なのであって、上がればもっと危険、下がったって危険があるという、そういうものがあった。だから、何か基準、今国の方は基準値を超えたから危険で、出荷制限をします。基準値を下回っていれば安全ですから、何も心配しないでいいんですという、そういう宣伝をしているんですけれども、そんな宣伝に惑わされてはいけないということなんです。私の提案は非常に単純です。どんな食べ物をどれだけ汚染しているかということをきっちりと表示しようということ。私はそれを東京電力と国の責任でやらせたいと思っています。先ほど私の見解のそう言っていることをおっしゃった方が、東電の責任を免罪するというようなことをおっしゃったけれども、私はそうではありません。東電にはしっかり責任を取らせたいと思います。そのためには東電に汚染のきっちりと測定をして、それを全ての人に知らせるということが、東電の一番の責任だと私は思っています。そしてその上で、年寄りが食べて、このまま守るということを私は提案しているわけで、こんなことをやった方がいいというのが一つ提案になります。例えば皆さん、映画行きますね。で、18歳以下は見ちゃいけないという映画があって、18禁という映画があって、私はこれからの世界は、食べ物に対してそれをやる。60均の食べ物、50均の食べ物です。それはそういう表示を全てのところに表示させる。そして、さっき発言されたように、このままゼロに近づけたいとしたら、母親はいる。もちろんそうなの。それでなければいけない。でもそういう人たちがちゃんと選んで、子供には汚染食料を与えないで済むような、そういうシステムを作ることが必要だと。では、その子供の人たちが自分で何ができるかということですけれども、もし私が今提案したようなことが本当に実現できるのであれば、子供たちの間でそのことをしっかりとネットワークでも何でも作って、汚れたものは食べないでおこうねと、汚れてるものは大人に食べさせようねと、そういう運動を作ってほしいと、私は願います。そして、注意できることは山ほどあります、子供の人たちも。例えば、子供というのは泥にまみれて遊ぶべきものだと。私は思いますので、そういう泥にまみれて遊ぶ子どもの遊び場所、つまり学校の校庭とか保育所、幼稚園の校庭というのは必ず強度を上げ取らなければいけないと私は思っています。まずそれをやらせたいと思う、大人の責任でやらせたいと思っています。子どもの方も、ちっちゃな子どもはそんなことを考えることもできないだろうけれども、自分たちが生活する中でここは危ないと思うようなことが何かをちゃんと考えながら、放射能が吹き溜まっているようなところにはなるべく近づかないとかですね、注意を、これからしていってほしいと思います。放射能は残念ながら目に見えません。私は色がついていればいいと思いますけれども、残念ながら色がついていない、匂いもないんです。だから避ける手段はものすごい難しいと思いますけれども、でもそれだけだからこそ正確な知識を持って